昭和38年6月5日に高校3年生でデビューし、昨年芸能生活60周年を迎えた船木和夫が11月16日東京千代田区の東京国際フォーラムホール A でコンサートを開いた。近年は全国ツアーをはじめ、劇場公演、スペシャルプログラムによるシアターコンサートなど精力的にステージをこなし、2023年の今年も全国27カ所全29公演でコンサートを行い、この日が28カ所30公演目にあたる同ツアーのファイナル。12月12日に79歳の誕生日を迎えるが、78歳最後のコンサートはキャパ5000人の大ホールで開催。全国から熱烈なファンが詰めかけ、満席の中友を送る歌でオープニングの幕を開け、本日は後期高齢者を励ます会にようこそ笑い。いつもはツアーファイナルをサンプラザ東京中野区でメインにやっていましたが、ご存知のようにサンプラザが取り壊しで建て直すことになりましたので、今年は東京国際フォーラムで開催することになりました。どうぞ最後までごゆっくりとお過ごしくださいと笑顔で挨拶。花咲く乙女たちをはじめ、高原のお嬢さん、夕暮れ、絶唱、最新シングル湖憂鬱などを歌唱し、大ヒット曲銭形平次では全員のファン層たちの手拍子で大フィーバー。中盤では西条八十氏が作詞、船村徹氏が作曲した17分余りのオリジナル大曲日本の四季春夏秋冬を熱唱し、ベテランの風格&実力ぶりを発揮。後半はおなじみの青春ソングのヒット曲から、修学旅行、君たちがいて僕がいた、高校3年生、学園広場などを披露し、フィナーレのアンコールナンバー、ロック、エヌロールふるさと、旅修バージョンでは再び観客全員スタンディングで大盛り上がり、新旧織り交ぜた全26曲のプログラムで最後まで満員のファンを楽しませた。その中で79歳の誕生日を目前に長いこと歌ってきて、去年60周年を迎えましたが、いろんな歌が歌えてよかったなと思います。あと何年に耐えるかというよりも、あと何年に生きられるか、かっこ笑い。来年の12月に80歳になりますが、そこから1年歌わないと80歳までやったことになりませんから、今年を抜いてあと2年。こちらの問題だけではなく、お客様のどちらが欠けても成立しないので、どうぞお大事に、と80歳までの現役続行を宣言した。今回のツアーファイナルの模様を収録した DVD&CD 船木和夫コンサート2023ツアーファイナルが来年春に発売予定。来年の全国ツアーは2月2日の埼玉、大宮ソニックシティからスタートし、日本各地で予定されており、70代最後のツアーとしても注目を集めている。提供サンニュース。船木和夫コンセールツアー2023ツアーファイナルイン国際フォーラム2023年11月16日木曜日、東京国際フォーラムホール A。 セットリスト1、友を送る歌に青春の鐘さん、あいつと私オン、雨の中に消えて5、口なしのバラード6、花咲く乙女たち7、黄昏の人8、高原のお嬢さん、バラードバージョン9、小暮10、ああ工場の月かなし11、夕暮れ、PF バージョン12、絶唱13、銭形平次、R&アルビア14、組曲、日本の四季春夏秋冬15、ああ青春の胸の血は16、修学旅行17、仲間たち18、君たちがいて僕がいた19、高校3年生20、学園広場21、東京は恋する22、北国の街23、哀愁の夜24、
その人は昔のテーマエンディング EC1 エンドラブエンディング EC2 ロックエンロールふるさと予習バージョンエンディング